須町の河川敷で行われたこの訓練は、大分河川国道事務所が毎年実施しています。今日は国道210号の水分け峠で大型車両が立ち往生した場合を想定して訓練が行われました。職員が通行止めの看板を設置した後、重機が現場に到着、立ち往生した車両を迅速に撤去していきました。迅速に対応して大きな交通障害を発生させない、それを目指して取り組んでまいります。大分河川国道事務所では、冬は路面が凍結している可能性があるので、冬用タイヤやチェーンの装着を徹底してほしいと注意を呼びかけています。